これ全部火通っちゃったな。まあ揚げときましょう、皿の上に。それでは今日のラスト、鶏をやりましょう。いやこれ本当に安く買えましたよ。この量でね200円しないんですからね、税抜きですがね。ちょっと多いかなと思ったけど、なんとかこれ食えそうです。このためにね飯を炊いたんですよ。最後はね焼き鳥丼で締めようと思いましてね。まだこっち肉は残ってるんですがね、鶏っていうのはね火の通りが遅いんでね、まったり焼きながらいきましょう。本当にねこの自然塩はねパワー強いですからね、気持ちでねこうかけていかないとね、ほんとしょっぱすぎてね。山はいいんですよ、山歩いてねこの汗とか体使ってこのミネラルナトリウムが減ってる時はね、こういう時はねあんまりかけすぎるとしょっぱすぎてねもう食えないですからね。まあ食えるんですけどね、ちょっと口の中がねほんと水欲しがってしょうがなくなっちゃうから、これぐらいにしておきましょう。さっき追加した炭もまあそこそこ、なんとかなるのかな。まあいいや、とにかくもうこれでいくしかないんだからね。まあこれで鶏を焼いていきましょう。まあほっときゃなんとかなるだろう、まあ、人生そんなもんだ。まあとりあえず半分ってとこですね。まあいい感じにかけてきました。これなら涼しくやってられます。やはり炭で焼くとこんな安い炭塩でも違いますね。まあ牛じゃなくて豚なんですがね、味が濃くなるというかなんというか、やはりガスでやるのと違うのはね、炭の炎っていうのは水分がないですからね。ガスっていうのは、まあ、石油からできたり天然ガスだったりするんですけど、まあ、炭素と水素ですよね。水素がその分の水素が燃えると水になって、ね、その湿気が、まあ、食品についちゃうってわけでね、ガスはそうなんですよね。でも炭っていうのはね、炭の塊炭素ですかね、燃えても二酸化炭素だけで、その炭の炎の中には水分、その H2O がないですからね。炭の方ちょっと火力が怪しかったんですがね、まあ、なんだかんだでいい感じに煙が立ってきましたね。焼き鳥にしてはねこれちょっと切り方が大きいですけどね、まあしょうがないです。これ以上細かく焼くとなったらね、自分家で仕込んでこなきゃいけないですからね。これは多分ね唐揚げとか、あるいはねなんかカレーとかに使う用のものなんでしょうね。それだったらねこれちょうどいい大きさですからね。いやこのね湘南って、まあ、ここは湘南じゃなくて三浦半島ですけどね、湘南ってちょっとあっち側、もうちょっと西側の三浦半島の反対側なんですけどね、まあ、とにかくこの三浦半島湘南地区っていうのはやっぱり空気違いますね。なんかねふわっとしておおらかで、なんかのびのびした感じがあるんですよね。東京っていうのも確かに自由っていう感じもあるんですがね、こっちのね伸びやかさに比べたら、なんか東京はやっぱり過密でなんかきつくてギスギス、まあ、精神的にはギスギスしてないんですがね、私としては。でもやっぱ物質的に、この物理的にねやっぱ人が多い、建物が多いで、ちょっとねギスギスしててな、もうちょっとこの安らぎっていうかこの抜けが欲しいなと思うんですがね、ここら辺は本当にねいいなってとこですね。なんかね東京では死にたくねえなって思っちゃいましたね。最終的な住処はこっちの方がいいかななんてね、まあそのためにはねいろいろと頑張んなきゃいけないですけどね。なんでもこのね横須賀とか、あるいは鎌倉とか、あと片瀬海岸ですか、東京とあんまりね物価も家賃も変わんないですからね。で利便性はっていうと、まあ、東京よりは落ちるけれど、この空気感とかね環境がねたまんないんですよね。本当考えちゃうな。なんだかんだでぼちぼち焼けてきましたね。怒ってる炭がね赤く見えるってことは、ね、もうだいぶ日が陰ってるって証拠でもありますね。これもういけるかな。以前ねこういうね焼き鶏肉って言うんですか、焼肉の鶏肉の焼肉のでね食い放題の店って新宿にあったんですよ、焼き鳥の鉄人ってね。でもなんか経営不振かなんかでね店閉めちゃいましてね、
1500円で、ね、飲み放題食い放題でね、本当に、ね、助かったんですがね、夜でもそう、夜の店なのにそうなんですよ。本当にね残念ですよ。これ行ってみましょう。私としてはね、ちょっと塩を控えた焼き鳥いただきます。どうだろう、炭の香ばしさとね、鶏の脂がね、こううまくね混じってていい感じですね。だからちょっと塩が弱すぎたかな。しょうがないんで少し足そう。本当に気をつけないとな、塩がな。こんなもんでいいでしょう。塩を足したやつで食ってみましょう。さっきより言うけどちょっと塩が多い。本当塩加減は難しいです。鶏の第1ロットが焼き終わったんで第2ロット焼いちゃいましょう。炭の方は今になって調子出てきましたね。加えたやつもようやく起こってきました、まあ、とにかく焼きましょう。これ焼いちゃえば今日は終わりです。このラストロットはね、ちょっと塩が足りなかったってんで、あれからねまたちょっと塩を足してあります。やっぱりあれから少し曇ってきて、んでそのせいもあってなんか暗くなるの早いですね。本当予報ではね20時あたりから雨が降るってんで、まあそこまではいないんですけどね、それまでに撤収しなきゃいけないっていうのもありますがね。街灯が遠いな。でもまあまだなんとか撮れるからいいかなって感じですね。しかし煙すごいな。ラストのロットを焼いてんですがね、本当これ煙すごいっすよね。これだからうちじゃ焼けないんですよね。もううち焼くときはね、もうキッチンを後で清掃するっていう覚悟がいりますからね。だから外で焼くか、あるいはもう専門店行かなきゃね、もうこりゃね、ほんとね、うちではちょっとなですよ。もう部屋によってはね、これ火災報知器になりますよ、この煙じゃ。しかしこっちの飯の方炊けてるんでしょうかね。あ、もう触っても大丈夫だ。火もとっくに消えてますね。ってことはこれ炊けてるってことでいいんですね。ちょっと蓋開けてみましょう。さあどうだ。おお、完璧です。いい感じに炊けてます。でもちょっと食ってみないと分かんないですね。やっぱりちょっと 1.5 合は多かったかな。まあちょっと食いましょう、どんなもんか。いただきます。全然問題ないです。いやうまいうまい。いやいつも飲み飯ですよ。麦飯はね、本当麦飯でうまいんで半分くらい食っちゃいましたよ。じゃあこれにこの焼き鳥を乗せましょう。見た目はね雑でしょぼいですがね、味はねピカイチなんですよ。では麦飯で焼き鳥丼いただきます。もう腹いっぱいで入らないかなって思ったんですけどね。いやこれならね最後まで完食できそうです。完食しました。いや、やっぱり食いすぎたな。次回からはもうちょっと軽くしましょう。ではいつものごとく消化して冷却して撤収いたしましょう。七輪に水をぶち込むのはねやっちゃいけないんで、やったらね七輪がえらい痛むんで、だから炭を水の中に放り込みます。これがねいい音するんですよ。では行きます。あとは冷却して撤収です。飲み切っちゃいました。いかがでしたでしょうか。今日は久しぶりに七輪焼肉やってみました。夏はねこういったオープンスペースだとカンカン照りに焼かれてやってられなかったですからね。で今日ちょっと火に照らされて見えましたけどね、いやこれくらいならもうできるかなって感じですよね。これなら来年の6月の頭ぐらいまではできるかなって感じですね。まあいい季節ですよ。まあその気になったらいつでもできますからね。でもちょっと今日は量が多すぎましたね。ちょっともうちょいね量はセーブしなきゃって感じですよ。これだけ食ったらね近いうちに山行って燃やさなきゃいけないなとも思っております。そうしてもやっぱりこの服にはね、やっぱりこのアクアのね服にはやっぱりこの髪飾り輪っかと
玉、これ必要ですね。これあってのアクアですよね。これをね作ったんで、ね、今日はこの格好したっていうのもあるんですよ。やっぱりこれがあってこそ、いやこれがあるとやっぱり決まりますね。まあ、それはともかくね、七輪が全然冷えないんですよ。これが真冬だったらね、簡単に冷えてすぐ片付けて撤収ってできるんですけどね、まだそんな寒くないですからね。まあ、ともかくね、七輪が冷え次第片付けて撤収して帰ることにいたします。ノンダックレイでした。